あ、どうもユナタです。また一段と寒くなりましたね。ということでボケてツッコミまとめ第2弾やっていきたいと思います。それではどうぞ。空を自由に飛びたいんだろ。あ、終わった。お腹が空いて動けないんだ。草でも食ってろ。顔分けたれや。ボケてみの皆はこいつに押さされて仕方なく寝たしてるってことで間違いないのね。はい、そうです。はい、163、164。死ぬぞ。普通に意見は知りすぎたです。あ、本当に死ぬぞ。粉の分量間違えたのは謝るわ。まあとりあえずパトロール行ってこい。顔パンパン。顔やば。はアニメもできん？どまい。へえ、カメムシは学者になるのが夢なんだ。あれ、ゴキブリだったっけ？トンボです。かわいそう。いけ、薬中！白い粉だ！映すな、映すな。いいな、みんなママがいて。何言ってるの？あなたはロボットなのよ。追い打ちかけんな。そんな子はうちの子じゃありません。どこへでも行きなさい。ポロックス、聞こえなかったのか？お前が追い打ちをかけんな。ビデが強め。顔やば。大根と一緒に煮るとうまいんだよね。食ったらダメ。アルプスの少女ハイキー。捨てたらあかん。やっほーい、事件だ。喜ぶな。何見てんだ、無限の彼方にぶっ飛ばすぞ。怖っ。餅食ってからじいちゃんが動かない。じじい。ゲンタと光彦の末路。何があった。犬うえ吐いたら捨てる。私が顔を湿らせたら力が出ないことを知っておきながら飲み物を出した理由を。はい、どうぞ。ちょっと怒っとるやん。なんかイソジンとあだ名がついた。おー、そっくり。脱税疑惑に揺れる花沢不動産。ちょっと署までいらっしゃい。一人残された娘の悩み。重すぎるわ。磯野、野球しようぜ。なあ、いるんだろう磯野。野球しようぜ。まさか野球以外しないよな。なあ磯野。うん、怖い。僕の子？証拠は？ゴミすぎやな。いいか、この世には二人の人間がいる。数を数えられるやつとそうでないやつだ。一本おいで。3日後に出荷が決まった。僕は単塩が好きです。それに僕の出す道具は君の紹介した人やさらにその人が別の人に紹介した時にその利益の一部を受け取れる仕組みなんだ。ネズミ嫌いなくせにネズミこうしとるやん。俺は歩けるけどね。ジジクソおるやん。ライダーキック。それパンチやで。被害者軽傷か。別にええやん。私は無事と伝えて。私は無事です。違う、そういう意味じゃない。本日も問題なし。ご飯よりパン派だから。ビビってもうとるやん。クララ、腕の力だけで這い上がってきなさい。鬼か。殴った方も痛いのよ。よく被害者面できんな。燃料にタイマーを混ぜてから異常者トーマスになった。顔やば。